あった。飲んどいた方がいいんじゃないですか。おお、すげえ回復した。あれがちょっとでも振り切れたら、うん、ああって言ったの。なんでそんな嫌なことするんですか。え、まあまあギリだから。あ、あった。次は技いっときますかね。ああ、投げ技欲しいですよね。もっと強靭な投げ技は。なんかパイルドライバーとかパワーボムとかあるでしょ。あるある。ワンじゃ分かんないけどな。そのぐらいはちょっと、いるな。もう会場にいるやつら皆殺しじゃないですか、こんなの。どうなってんすか。おお、ヒート中ダウンしづらくなる、うん、合体によって。こうあえてもう一回心に振るっていう。余裕かましてきてるでしょ、ちょっと。いや、いつもさ、ほらこれ溜まってんのにさ、なんか特に何もできなくてさ、もったいないじゃん。なんか壁があるときはいいけど。当然やっぱ強いわけでしょ、その無双なわけでしょ。そうだよ、いわば。だ、無双がない状態。これ多分これ持てばさ、うん、おお、持った瞬間に切れるんだよ、こうやって。、うん、そうだ、ね、だから武器とかじゃダメなんだよ。この殴ってる時に溜まって殴り技で発揮できるさ、やつがいいではないわけですよ。よくわかんねえ、わずか。いや、もう2個溜まったからさ。おお、来たよ。ここで死ぬと厄介なんじゃない。ここは倒さへんで。死なないよ、絶対に。倒さへんで。あ、でもなんか戦うの早かったですね、思ったより。うん、やっぱ、だよ、この三流なのかな。あんな意気がってましたけど、やっぱこんな早めに勝負が始まるなんて。これは龍が如くの、はい、いや、すごい防御してくる。おお、島の組長は格闘技やってんのか。ああ、もちろんかじってる。かじってる。でもこの上に構える感じとか、なんだ。プロレス。でもこの
花山薫みたいなパンチしてくるじゃん。もう剛力のみで勝負してくる。おお。ああやばいやばいやばい。やばいんじゃないこれベアハック。わやばいやばいやばい。おお、回復薬、回復薬飲んだ方がいいと思いますよ。よし、これで強化しちゃえば戦争中におう、おう、これでこうじゃん。うん、なるほど。おお、頭脳派。ここに。ダメだった。でももう倒せそうですよ。わあ、レバーに入れました。このスエイをやっぱり。大事ですね、強化したいっすね。あのもっと早く幅が、移動できる幅が広がる。そう、そうするとあのボスの大振りもちゃんと避けるっていう。なるほど。すげえ下のに食らうっていう、このなんか、あ、誰か見てる。あれ二色でしょ。あ、二色悪になっちゃったな。余裕だね。そしてこの辺からまあこう本編が始まっていきますよ。自由が広くなっていくと、うん、あ、でも第4章だけどね。そうだね。で、第10章とかまでなんだよね大体。脱出、でもスウェイは取らせませんよ。悪いっすけど。もうヒートは苦手だからさ。俺ダメっすよ。ヒート極めてください。だいたいヒートが当たってればもっと簡単に殺せてますから、ね、伊達さん。お、伊達さん。何さんの味方。伊達さんすごいな。伊達さんは何、やこいつがやったんじゃねえってことをこう信じてるところがあるの。ワイドショーになってるよ。東条会三代目会長世良勝氏の葬儀会場から届いた。勝氏が、花田勝氏がまだ入っていませんが、一人の男性が突然暴れ出したとのことで現場は大混乱になりました。男性の身元はまだ分かっていません。続報が入りました。この女の子が、うん、あれ、この女の子なんか関係あるの。ああ、これもう最後の方のこの龍が如くがとうとうさ、ああ出所2日にこいつが主人公じゃなくなったんだよ。でロープレになったの。嘘。ロープレになったんだ。ただ町がとうとう横浜になったんだよね。あ、町まで変わったんだ。謎の少女はるか、釘宮理恵、声、これね、はるか最終的にセックス最初にするやつは藤原竜也ってことだけは言いたい。なんすかそれ。ああ、もうカットしますよ今の。いや、これ今なんで絶対カットしちゃダメ。伏線だから全然ダメです。奴は何を前に伝えようとしていた。わからない。そうか、伊達さん、伊達さんとも10年会ってないの。なんで俺を助けるような真似。だってほら捕まってただけだもん。もう伊達さんも辞めたんだよ。4か、やめてね。あんた丸棒に
10年前の堂島殺し、丸棒に移動したの。俺は上の意向を無視して突っ走って、結果一家殺されて、今はつまらねえヤクザの相手してる。お前と同じ、今じゃ組織の鼻つまみだ。鼻つまみどころじゃねえけど、娘も愛想つかして出て行っちまった。お前に関わったおかげで人生完全に人のせいじゃねえか。キリ、俺は今三代目のセラの殺しを追ってる。ティカゼ、あんたには助けてもらった借りがある。だが今の俺には、登場会社は僕が消え、三代目会長が殺された。そしてさっきの騒ぎの中心はお前。他のはさ、全部なんか名前全然出てなかった、うん、山崎だけなのに OK をもらったの。このゲームはね、全部実はすごいウイスキーとかちゃんとしたマッカランとか、うん、今じゃガキでも持ってるんだぜ。なんて言うんだろう、アイリッシュウイスキーとかスコッチとかもこうきちんと出してきて、その2つの山は必ずどこ、まあ、そのうちだんだんお互いにこのゲームのそういうところがあるよっていうのが。そうだな。でもお店の名前とか全然関係なかったじゃん、新宿。何か手がかりあるんだ。ああ、それがね、そうでもない。酒だけ半々ぐらい。いや、セレナって店だ。お店の名前も半々ぐらい。今見た感じ、一つとて知らなかったけど、はい、吉野家とかなかったっけ。なかった。看板の色は似てるけど、うん、セレナへ。ああ、酒の神。とりあえずこれでだいぶ自由になったな。だいぶバツマークがなくなった。ああ、おいきなり絡まれた。あ、大丈夫。ああ、いきなり始まった、うん、これさ、雑魚キャラ無限湧きしてくんの、うん、そうだよ。だから、うん、ある程度は無視しないといけない、うん、あ、なんか一章クリアしたらめちゃくちゃポイント貯まりましたね。シマノの組長、6になってる。ちょっと強くない、この敵。強い。で、なんかコンボがキャッ、ジャブ殺し、ジャブ殺しさて、レベルアップしておこうか。レベルアップした方がいいですよ。6個も溜まりましたからね、うん、心をね心を磨いていかないちょっと待ってよ心じゃないですか、うん、何事も心をね、高めていきましょう、うん、鉄の意志ですかこれ何なの、鉄の意志鉄の意志ゲットしました、ちゃんと。いや、まだですよ。いいんすか、本当に。いいですよ、もうよし。基本性能がアップってどういうこと、何ですか追い打ちの極み、これは良さそうだな。うん、極みだから、うん、ちょっとその あれ見た方がいいんじゃないですか、基本性能アップっていうのを。時間減少が
あの減ってくのが、さっきなんかさ、なかなかたまんなかったんだよね、あのあボス戦、ボス戦でさ、最後の方急にたまるようになってさ、うんうん、あれちょっと意味わかんねえんだよな。なんかね、思いっきりシューって減っていく時があるんだよね、うん、見てると。あれがなくなってくれると、もう体力なんて薬を金で買えばどうにかなるからさ、うん、いいとしてさ技も技をないと、うん、技より心が大事。ああこれ見て、ムフフ、レイカちゃん、あ、そのキャバクラでレイカちゃんと長くするには高級、そうそう、あこれ、あ松屋じゃねえや、うん、赤牛って書いてあるんだよね。ちょっとずつ違うんだよね。寿薬局、寿薬局ありそうですけど。あ、これでやっと薬が、ああー気力と体力ってなんか違うんですか。これヒートゲージ、あ、これヒートゲージ、こっちが体力だね。あ、じゃあさっき拾ってたのスタミナン X なんだ。これどうなんだろうな、いきなりあんな3000もするもん落っこってんの。結構回復してましたけど、うん、こっちにしとく。とりあえずそれを、全然回復しなかったら受けますけど。ああ死ぬよ死が待ってるよ、体力に振らないから心で補ってもらう。これね、もうイベントは金じゃねえんだよ。おお、ビデオ屋、うん、行きましょう、うん、この3万円取り返さないとまずいっすよ。北野、こんなの町の不良とかにいくらでも絡まれるからさ、うん、嫌でも心の力で打ち勝ってください。鉄の鉄の意志で、うん、よっしゃ止まった。極まった、やっぱ強いな極みは。文句ありますか。今のでまたポイントがすごいたまりますから。ああ損して得を取ったんです、うん、すいません。あ、うん、やった。あ、何ですか。わかんない。
いこら、そっちがその気にさせたんじゃねえか。私知りません、勝手なこと言わないでよ。いいからこっち置いてって、何もしないんだからさ。嫌です。何を。おいこの野郎。舞ちゃんこっち渡せよ。舞ちゃん一体どこで出会ったんだよ。口の聞き方教えてやる。なんだよそんなんでビビると思ってるんだ。消えなさいよこの酔っ払い。くそ下着知るかんなブス。ありがとうございました。下着で、あの次長しつこくって、私舞って言います。あのもしよかったらすぐそこにいいお店があるんです。お礼に一杯おごらせてもらえますか。怪しいなこれ。たださす乗らなきゃ意味ねえからこのゲーム。ああ乗りましょうよ。うん、セクキャバだよこれ。美人の誘いは断らないことにしてる。10年無所に入ってる間に、ああよくわかんないことになってるから。